モーサントカズヤンアイスナウライブストリーミングドラゴンクエストシャープ一ついにドラクエシリーズ始動にはファミコン版もやる予定。ドラゴンクエスト 1EDQ1SFC スネス、よし、オッケー、オッケー。マイクテース、マイクテース、マイクテース、マイクテース。よし、もうすぐ始めちゃいますかね。では、皆さん、おはようございます。おはもふも、もっさんとかずやんです。本日もよろしくお願いします。今日から、ドラゴンクエスト1、2の1をやっていきたいと思います。スーファミなんで、あれですね。グラフィックが変わってるバージョンですね。まあ、やっていきます。で、まあ、1はスーファミ版やって、2はファミコン版持ってるんで、まあ、ファミコン版やろうかなって。ファミコン版の BGM 結構いいんで、ね、やっぱり。ファミコン版をやっていこうかなと思ってます。もしかしたらスワイ版もやるかもしれないですけど、今のところはそれを予定しております。ちなみにシナリオに関してはほとんど覚えてないですね。覚えてないんで、まあちょっと楽しみながらやってる感じでいきましょう。まあ、なんとなくわかりますよ。ビルダーズをやってたんでね。ビルダーズをやってたんで、まあなんとなくはわかります。では行きましょうか。ああ、ちなみにレトロ枠じゃないんで、まあドラゴンクエストで検索してください。これがタイトルなんですかね。ドラゴンクエスト、なんかオープニングムービーみたいな多分ないと思うんですよね。これが出てきて、でその後に、スタートみたいなの出てくるんですか。どうなんでしょう。いや、これロゴが出るだけっすか。特に始まらないっすね。じゃあ行きましょうか。冒険の書作るからですね。ちょっとね、前のデータ、前の人のデータ残ってんな。消しましょう、前の人のデータ消しましょう。いやー、中古あるあるっすね。はい。秋丸さん、すいません、消させていただきます。冒険の書1を作って、名前はモスさんでいきます。モスさん？おさん、はい、超速度は速い方がいいっすよね。速いにしましょうか。ちょっと様子見て、設定変えられますよね、多分。ね、大本さん、勇者ロトの血を引き締めよ。そなたが来るのを待っておった。その後の伝説の勇者ロトは神から光の玉を預かり、この世界を覆っていた魔物たちと封じ込めたという。しかし、いずここもなく現れた悪魔の化身、竜王がその玉を闇に閉ざしてしまったのじゃ。このままでは世界は闇に飲み込まれ、やがて滅んでしまうことだろう。勇者モクさんよ、竜王を倒し、その手から光の玉を取り戻してくれ。わしからの贈り物じゃ、そこにある宝箱を開ける。装備が入ってんですかね。その後の役に立つものが入ってるのじゃ。そして、この部屋にいる者に尋ねれば旅の心を教えてくれよ。この部屋にいる者ね。ではまた会おう、勇者モクさんよ。セーブとかできるんだと思うんですよね。数割版なんでね。ファミナス帰宅ができたらまた足に会いに来るな、待ってるぞ。ということね。調べるで。125分。うん、タイムズね。やっぱファミコンまたやっぱ BGM 違いますね。うん、やっぱ数割の音になってますね。
モクさんのローマラ姫のことをご存知か、ローラ姫は王様の大切な一人娘じゃ。王子様が亡くなられてからローヘラ姫が王様の心の支えになっておられたの。この姫様は魔物たちにさらわれて半年になる。王様は何もおっしゃってないが、心の中でどれほど苦しんでおられるとか。モクさんのどうかローラ姫を助けしてください。まあ、これドラクエの、あれ、初代なので結構セリフ多いっすね。モクさんのどうかローラ姫を助けしてください。うん。宝箱すべて調べたのはその中に魔法の鍵が入ってるんです。鍵は一度使うとなくなりますが、その鍵で取り、あ、なくなるんだ。あなたの旅が始まるでしょう。そうですね。開けないと始まんねえというか。お城を出ると隣に街が見えます。で、そこでまず武器や防具を返されるといいですよ。戦い気づいてた時は街に戻り、やべに止まれば傷が退屈するでしょう。ここで使って始め、冒険が始まるよと。これで、もうないよって言ったやつが、ねえし。マジでねえ。いや、旅の支度できたんですけど。この部屋ってこの部屋じゃないんですね。冒険者に旅の記録をしたときは、一年を記録したところは旅を再開することができますよ。旅を一度やめたいときは、王様に会い冒険者に記録したので、ね、やっぱさすが。王様が記録してくれるんですよね。うん、そうそう、昔はそうなんですね。妖怪じゃないです。これ、ラダトーンはたくさんの人々が集まる楽園でした。冬から、あれから、妖怪になるんでしたっけ？これを魔物たちが。ああ、ローラ姫、一体姫様はどこへ？まさか、お命前を刺されたのが、あれ嫌だ。私したら、なんという不吉なことを、モクさん様。どうか今、私が言ったことをお忘れになってくださいまし。わあ、様付け来るんだ。もう、出たね、モクさん様。ローラ姫さんがですね、ドラクエなんで、今調べた方がいいっすね。調べるコマンドあるの？あったあったあった。いや、いいっすね。スーファミなんで、X でいきますね。X で調べますね。うん。洞窟へ入るときには松明を持っていた方がいいです。洞窟は闇の力が司る場所、魔物たちも地上よりずっと多いはず。闇の竜へ翼を広げるとき、ロトの血を引く者が来たりいて、闇を照らす光と並ぶ。狼を振る気、実体の勇者もくさに光らない。これ、バイクしてくれんのかな？おそらく。あそこはまだ行けないですね。絶対死ぬ、あそこ。だと、面白いようこそ。私は旅の商人です。これまでも多くの仲間は魔物たちに殺されました。この時のことを思い出すと悔やくつで悲しくてたまりませんよ。ねえ、知ってる。もうびっくりだな、そっか。それにレトロゲームって入れるのはちょっと忘れましたね。わざと魔物たちに滅ぼされちゃった街もあるんだろうか。それちょっと買います。すみません。少々お待ちください。スイッチのレトロ枠は使わないんですけど、まあ、レトロゲームで一応検索できるようにはしておきますか。よし、これでいこう。よし。楽しましたよ。扉開かないかな、うん、洞窟とかに行けば鍵は手に入るんですかね。まずは魔物たちと戦って経験を積むことだ。蘇生は勇者としてのレベルが次々と上がり強くなっていくよ。また配信外でレベル上げはするかもしれないですね。ドラクエはおそらく、モデンとかシリーズとまあ似たような感じになってると思って。まあ、いつまでも講師一緒にいたい。こんな僕の気持ちを魔物たちに踏み入れられる日が来るのでしょうか。レベル上げ必須のゲームなんでね。ドラクエに関しては。彼と一緒にいると世界を闇に呼ぼうなんて言いなことも忘れられる。でもそれは嘘。世界が滅べば私たちの愛も終わってしまうって彼がそう言うんです。こんなとこで愛し合ってる。あんなとこで。
しかも魔法の鍵やな。そうっすね。確かにここも行けねえじゃねえか。まさか。いや、面白いっすね。こう覚えてないぐらいがちょうど面白いっすね。旅の支度っていうのはここでしてこいと思うんですよ。とりあえず。あ、いいっすね。ああ、BGM いいっすね。いいっすね。あのね、ビルダーズでキースだからね。BGM 覚えてます。ラートームの街、うん。ビルダーズもあれっすね。配信でやりたいっすよね、どっかで。まあ、やるかもしれないっす。うん、かなり面白いんだよね。いらっしゃいませ。中に進んでカウンター欲しい話しかけてください。じゃあ、武器を買いましょうか。ちなみに今、装備は、どこで確認できるか。ここに出てくるのか。あー、なるほどね。ちょっと待って。120ってことは、買わなくとコンボは無理っすね。じゃあ、コンボと、いや、ちょっと待って。110、120、あー、そうっすか、そうしましょうか。竹座を、竹座もう一回打って。で、一番安いのだったら全部揃えられますね。この盾が寿命が高いけど、4上がるのでかいっすね。うん。で、あと布の服。いいっすね。うん、これでいいっしょ、ね。まあ、まずはこっから行けって言ってるようなんですね。盾がゼロ。多くの勇気ある若者はここラドトーンから旅に出て、そして死んでいった。もっさえお前を死なせたくないもんだ。街を出て旅するときは橋に気をつけろ。橋を渡って遠くに外を襲う。ああ、敵が強くなるってこと。はい。恐ろしい魔物たちが襲ってくる。うん、ドラクエがベース、そのベースを作ってます。地を渡ったら敵が強い。私はガーレの街から来た旅の商人です。ガーレがこの街からずっと来た。海辺を西に歩いたところにあるのですが、ここに来るまでどれほど魔物たちに襲われたことでしょう。生きてたどり着いたのが不思議なくらいですと。うわぁ、ちょっと開かない扉結構ありますね。うわ、どうなのか知らないが、王様に伝えてくれ。ローラ姫の捜索隊は全滅したと。私はもうダメだ。なぜだ。ふふって言ってる。これなんか隠しとかあったような気がするんだよな。ちょっと見てみましょうか。あ、でも、ところでね。ところでね。わしは呪いを解く魔法を研究してる。もしそなたが呪われたならここに来るがよい。ちょっと力に乗って入る。ああ、なるほど。ワンから呪い装備あるんだね。伝説の詩人ガーライが作っていた盾ごとガーライとね、墓の中に葬られたらしい。ガーライ。あと知っていますか？いい。噂ではどっかに魔法の鍵を売ってる街がある。あ、そうなんだ。売ってんだね。はいはい。なんだ。それはお前が話した後にはいしたからね。お前がロトの血を引くもの、何か印はあるのか？お前が本当にロトの子孫なら、この印になるものがあるのか？はい。なんだ、印なんか持ってないじゃない。お前が本当にロトの子孫、その印になるものがあるはず。いえ、私はローラ姫じゃないわ。でもお兄さんと素敵な人に私ついていっちゃうかしら。うわぁ、ついてきたぁ。うわぁ。いいっすね。このイケメン得してますね、主人公。ここすらいけねえのかよ。ああ、預かり所あるのね。ああ、便利っすね。これあれか、スーハイ版だからってことですか。タンスを開けて中を調べた。キラの2件の操作見つけた。ルは、毒の沼地に気をつけなさい。弱ってる時に足を踏めたら命を落とすことになりかねないと。うん。ちなみに屋ではいくらですか？暗号具。ああ、安いっすね。安いけど、おそらく全然金落とさないんだろうね。スライムと。これはいらっしゃいませ。どうぞ中へお入りください。
パフパフですかね。ラタトーン城の南から海の向こうにもやがかかったお城が見えるでしょう。あれがリオン城だか、方向へ行く。はいはい。なんか右下あたりがあるんですよね。道具屋か。道具屋ですね。薬草松明竜の、薬草欲しいね。薬草欲しいっすね。じゃあこんなもんですか。ちょっと隠しを意識してみましょうか。絶対ドラクエ隠しがあるんですよね。あるんだけど、まあ、どこにあるかまではわかんないですね。メイカー。まあいいや、行きましょう。じゃあ、レベル上げです。これじゃ姉ちゃんついてこないっすね。まあそうです。ドラクエ1なんで、まあ、モーデンターのと多分一緒っすよね。そうっすよね。レベルいくつぐらいも上げればいいんでしょうね。薬草を変えるぐらいはまだお金貯めたいですね。あ、でもこの状態で誰か王様に一回話した方がいいのか。ですって。あ、ベースは結構くれますね。うん、いいね。森とか入ったら敵が強くなるとかあったような気がするんで、試してみようか。あ、山あたりが、ちょっとあれですね。あ、来た来た。おっしゃ、おっしゃ、いいよ。うん。山見てみましょう。グラフィックも違うと思う。うん。一緒か。敵は一緒っすね。うん。変わるとしたら橋を渡った先ってことですね。じゃあちょっと王様のとこ行ってみましょうか。ちょっと待って、これ横行ける?もしかして。行けんじゃん。ああ、でもダメっすね。ダメか。もうさ、よくぞ戻ってきた。わしはとても嬉しいぞ。武器とかは買ったタイミングでフラグが立つんですか?その他が次のレベルになるような、うん、そうっすね。いいっすね。パスワード式じゃないのがいいっす。すごいわ。探索しましょうか。どっか敵が強くなるかちょっと気になるとこです。下はちょっと怖いです。道ねえよ。じゃあ上か。15つだからすぐ上がりますよね。武器とかを新しいのを侵食しないで次に進めるのかどうかっすね。そこが一番心配っすね。
いいね。この辺はスライムですか？踏んでないんですか？やべえ、ゴースト来た。急に変わって。うわぁ、サンクラビューン。あぁ、ちょっと待って、逃げましょう、逃げましょう。危ねえ。死ぬわ、これ。危ねえ。いや、ちょっと待って、もう。じゃあ、薬草使って、で、ちょっと戻りましょう。1しか当たってなかったっすね。いやあ、食べ応え厳しいっすかね。ちなみに金は今38かな。薬草が一番欲しいのに薬草に使っちゃいました。いやあ、急にピッツァあるの反則っすよ。よし。全部スライムベースだけだったら結構すぐ溜まるんですけど。だったらいけるかな。よーしよしよし。オッケー。お、ほいみ、ああ、そうか、これ重要っすね。本当に宿屋に泊まれば、MP がもらえる感じっすね。うん。もうちょいでコンボを変えます。コンボを先買っちゃいましょうか。そしたら、ゴーストいけるかもしれないですね。ポイントを使えるので。よし。60だった気がするんで、まあ60、あ、溜まった。行きましょう。こっち欲しいっすけどね。まだ早いかな、180は。うん、で、これで前の装備を入れますね。竹像。そっか、半額になっちゃうか。城に行って回復してもらいましょうか。そしたら宿屋泊まる必要ないんで、3ゴールだけ。あ、これ来てる。ちなみに、ホイミはいつ消すんだろう。レモン、3か。いやー、まだ1回しか使えねえんだ。フォロー遅いなー。あれが最初に行く洞窟ですかね。タイマー使うって言ってましたね。最初の目標はそこなんでしょうね。ゴーストが倒せればいけると思うんですよね。ああ、4当たり。ああ、いけますね。そうっすね。まあ、できれば、あれ、その防具は欲しいっすね。ゴーストと連戦すればいいか。あ、ドラキー、あ、いろいろ出てくるな。あ、1ですね。
よし。いや、なんだかね、すぐ上がりますね。ギラ。体力あんまねえな。大丈夫。1しか食らってないですね。うん。あ、いいっすね。これすぐ金貯まるわ。そっちでくれんだ。あ、いいっすね。最低薬草は買っときましょう。薬草ね、さすがに無理だ。ちょっと戻りましょうか。もういいよ。品を入れます。90。あー、皮の服いきますね。皮の服いきましょうか。よし。で、物の服。よし。で、薬草っすね。薬草を買ってきます。竜の残って何に使うんでしょう。何だろうな。まあいいか。とりあえずこんなもんでいいかな。で、城で体力回復して、進んでいきましょうか。まあ、金がない状態で進んだ方がいいっすか。10ぐらいだったら全然いいっすね。まあ、多分1から死ぬと、おそらく金が半分になるはずね。よし。さあ行きましょう。ブロキー。よし。
うわ、そっか。そうでしたね。じゃあタイム一つ取って、うん、行きましょう。敵の強さはちょっと見とけばよかったっすね。同じ敵であればいけます。やべ、全然探索してねえけど。探索あったらできるかな。あれ敵出ないっすね。うわ、敵出ねえんだ、ここ。ああ、じゃあ楽でいいっすね。これを調べるんですね。エモクさんは石板を読んだ。石板にはこう書かれている。私の名はロト、私の血を引き締める。アラトームから見える魔の島に渡るには三つのものが必要だった。私はそれらを集め、魔の島に渡り魔王を倒した三つ必要。で、今その三つの神秘なるものを三人の賢者に託すんだ。彼らの子孫がそれらを守っていくだろう。再び魔の島に悪が蘇った時、それらを集めたとかよ。これの旅の目的は初めてだと。三人の賢者はこの地のどっかでそなたが来るのを待っていることだろう。行け、私の血を引き締める。これフラグになるんですかね、一応。アイテムとかあればいいんですけど。なさそうですね。いや。まあ別の松明は一個常備しといた方がいいですね。結構長く持ちますね、一個あるだけで。一個ぐらい宝欲しかったな。ちょっと一回をもうちょい探索してから、どうしましょうか。上とか、出ないっすね。繋がってるだっかな。おそらく。もう最初っすね。敵がね、探索楽でいいっすね。これ全部だ。はい。OK です。よし。じゃあどうしよっかね。どうしよっか。次の街を探した方がいいのか。こっち行ってみますか。とりあえず。急に敵が強くなりそうだな。ここか、橋。橋を渡ったら敵が強くなる。あった。ありましたね。よいしょ。オッケー。これ二つ目の街ですね。歌はどうですか、旅の人。いいえ。そうですか。でも聞きたくなったらまた声をかけてください。呪いじゃねえか。ありがとうございました。実は僕、伝説の詩人ガラ読み出して授業中なんですが、その歌声やめた方がいいですね。確実にファンが離れてる。昔語りの街、ガラへよ。あ、ここガライの街なんだ。ラートーンから来たのか。だったら土地に洞窟があっただろう。うん、あれが伝説の勇者ロトを祀ってあるという洞窟だ。あ、向き、一緒かな。いや、違うんだ。うわー、ちょっと待って、もうこんな高えの。きついなー、ドラクエの金作は。あるか昔、銀融詩人ガライは長い旅の終わりにこの地にたどり着き、そしてこの町を作ったそうじゃ。だからここはガライの町と呼ばれているのじゃよ。僕は見てしまいました。ラートーンの姫をさらった魔物が東の方へ飛び去っていくの。
ああ、誰か姫様を助けに行くような勇敢な人はいないものでしょうか。はい。いますか。すってはその人に伝えてください。姫様は東の方に連れ去られていったと。東ね。よいしょ。隠し通路は一貫ですか。違うんか。ああ、そこか。いやー、あれですね。魔法の鍵がないと何もできないっすね、このゲーム。いや、この辺の敵じゃ壁たまんねって。まだ45だもんね。いや、しんどいな。橋なんだ。いや、どっちの橋から行くべきなんでしょうか。いや、西からだと思うんだけどな。とか絶対行かない方がいいっす。広くないかもしれないです、ね。うん。風になると一気に広くなりますけど。よし。この辺がゴーストがいっぱい出てやりやすい。けど、もうそろそろ次の敵も戦ってみたいですね。だね、武器欲しいっすよね、先に。よしよし。さあ、あれだけの力が差が上がるんで、だいぶ強くなる。100人食べましょう。で、鉄の剣でしたっけ？買った状態で橋渡ろうか。おそらくそこで、次んとこで金策をして、さっきの町で新しい装備を買うっていう流れになるんじゃないかな。いや、500はきついっすね。さすがに。いや、そこまで不親切に作ってるとは思えないんですよね、ワンで。よし。じゃあ、買い出し。スイッチライブのハッシュタグいらないっすね。コメント開放してないんで。ライブじゃないです。収録。そうですね。収録として今は Twitch は活動してるんで、
一応ライブをそこまで意識する必要ないかもしれないですね。今はもうあくまでメインは YouTube になってるんで、まあ、もう YouTube ほぼボランティア状態ですけど、まあ楽しいですね。楽しいですね。アナリティクスとか見てんのが楽しいですね。あ、ちょっと180じゃない。ちょっと、いや、足りてなかった。すみません。全然足りてねえじゃねえか。180か。ゴースト行きましょう、やっぱり。ここでいいっすね、じゃあ。スライムベースも出てくるのかあれちょっと待って、右上の方がいいのかな、これ。次の場所の敵の強さを実際行ってみて確認しないとダメっすね。なんで、やっぱ金がない状態で行くのがやっぱ一番っすね。買っていきましょう。多分ね、左か右どっちかが正解、どっちかが相当やばいと思うんです。2分の1でかけでちょっと、やっていくしかないですね。よし。じゃあこれで、次買っていきましょう。20、すごいですね。6も上がってんじゃん。でもこの町は卒業っすね。金預けたのかな。いやいや、なんで右に、ああ、戦隊なんだ。戦隊って言ってるわ。
はいはい。で、知られましたっけ、姫なんですか、はい。うん。じゃあ、回復していきましょう。セーブもしていくか。セーブもしていきましょう。じゃあ行きます。ね、西から行きましょう。二つ目の町の先っていうことで、中盤は東の方行って南行って竜王の城だと思うんで、こっち先ですね。そもそもあれしかねえんだ。ちょっと少ねえな。もうちょい欲しいっす。さあ、こっからパワーでしょ。来た。おぉ、さすがに。2。やば。ちょっと待って。もうすでにやべえじゃねえけど。いやー、つえ。マジかよ。この状態ダメなのかよ。倒せはしますね。いやあ、でもまあ、いっか。ここでちょっと戦ってみるしかないですね。戦って、やる手やに止まって、みたいな繰り返しかねえな。いやーギラ使えばだいぶ楽になるのかな。あ、こいつ当たりますね。こいつは通るわ。怖くてさっき進めないですね、この時点で。防具が欲しいな。二つ目の街で防具。あ、ゴーストも出るんだ。いや、怖えな。明治ドラキュー。9。ちょっとサソリ以外はダメージ取りますね。オッケーオッケー。なんとかなるかもしんねえな。ですね、こいつが出た時点でアウト。いやーでもホイミーが結構使えるだけいいっすね。 MP が思ったより増えましたね。こんなって上よ。 OK。これで多少やりやすくなるかな。力4上がりましたね。いや、面白い。面白い。あ、ね。うん。3。あ、まだ足りないっすね。あ、でも5当たるね。結構ばらつきがあるんだ。
キー。いやー、楽しい。いや、やっぱあれっすね。普通ぐらいまでいかないと、そこまで緊張感はないっすね。やっぱソロなんで。適度な緊張感でプレイ。よし。ああ、もう275。いいっすね。もうそろそろあれじゃないですかね。道具は変えんじゃねえかな。いくらしましたか？よくやってる。うっ、危ねえ。いや、でも、あれっすね。金預けらんねんで死ねないってのはちょっと緊張感ありますね。ギラがね、結構食らうもんね。よし。じゃあ、これで一回。やで、行きましょうか。いや、ちょっともう出んのかい。危ねえ。まさかの延長戦だよ。よし。この辺も浸って平和でございます。よし。さあ、着いたぜ。さあやでよ。だっけ、倍になってるよ。さあ、いっちゃおうかな。じゃあ、鎖片びれいきます。じゃあ、まずはこれかな。これっすね。時点が武器か。セーブするのは最初の城に毎回戻んないといけないんですね。なるほど。それが一番めんどくせえな。配信終わりってなったら、最初の城戻ってきますっていう感じですか。になりますね。セーブはしときます。街があればいいんですけどね。洞窟は見えたんですよ。で、洞窟行くんであれば、松明を買わないと絶対ダメなんで。あ、これっすね。一応ちょっと中見てみましょう。松明を買ってこないとダメっすよ。そうっすね。もういいや、まだ行かない。じゃあちょっとこの洞窟以外を探索。一応ワンだけしたんですけど、以降はちょっと、どうしようかなって思ってますけど。その時の気分って感じです。前まではパート1の、やつだけツイッターに告知してました。ああ、さらに橋なんだ。うわあ、マジか。
ってことはやっぱ順番的には洞窟なんだろう。やべえ、こいつ。せえな、やべえ、こいつ。うぅはいやー、ここに来んのまだ早いのか。死んでしまうと何もじゃ。いや、多分ね、ちょっとセーブしに来たんですよ、さ。90減ってるよ、もう。回復してますね。とりあえず松明を2つぐらい買ってきますか。洞窟は行けんじゃないですかね。薬草も、もう一個ぐらい買って。なんかよく見たら、数で数えてるんですよ。だから薬草ここにどんどん増えていくから、あれですね、空きが減ることはないってことですね。いいっすね。個数になって。なんか昔のドラクエそうじゃなかった気がするんですけど、これは崇拝版ならではってことですかね。多分空き問題で苦しむゲームだった気がする。はい。はい。はい。ガッツリ買っちゃってもいいっす。これでいけんじゃないっすか。超えますか。そんな金もないんで。松明は個数なんだ。増えてるタイプ。出ないの？出しないの？これはもう骸骨なんだよ。いやーきついなー骸骨。いやーきついっすねこいつ。やべやべ死んだ。いやーもうこれ18とかその辺でも回復しないとダメっすね。いやーきつっ。いけません。頑張ります。こんな死にゲーだったっけ？死ぬ。そうだったっすよね。2とか3も結構死ぬイメージあったもんね。
まあ死にながらなんとかレベル上げてって感じですね。これでいきましょう。レベル8ぐらいになればだいぶ強くなるんじゃないですかね。基礎能力だけ。でも、大さすり全然問題ないっす。やばいな、あの、骸骨っすね。いやー、力5。いやー、いいっすね。いいっすね。ラリフォー覚えた。いやー、でも、濃い目に使ってあげたいからな。あんまラリフォーとか使わないんだよな。いまだにゴーストとか出るんですね。さあ、来ました。OK。まあ、ここは絶対敵出るでしょうね。タイマーですね。上から行ってみる。出ますね。メイダ。12、2。あ、いけますね。メイダいけるわ。だけだったら全然やりやすいですね。骸骨は出ねえんであれば。このサソリより硬くねえし。え、なんだ。なんもねえんだ。ただの柱っぽいです。絶対だから逃してますね。左に行ってたら右に行って。伝説の宝1個あったりするんですか？賢者が持ってるって言ってたの。賢者がいねえとダメと。うわぁ、BGM さらに変わってる。徐々に怖くなるのかな。敵も変わってくるのかな。あれ？ちょっとこれなんもねえじゃねえけど。いや、これ外れの階段かじゃ。これ一番最初？問題、タイムズを使うことが2つあるんで。回も大事ですけど。この視界の悪さとこの非常にだるい、あ、分かりづらい迷路。これ下にあるのかだから。ああ、なるほど。さっきの上行くと宝だ。まだ来てねえんだ。完全に。ああ、なるほど。あそこか。はいはい。こっち自体そもそも行ってねえってことか。
わあ、すげえ金くれた。オッケー。でも、この時点であれっすね、武器が欲しいっすね。580でしたよね。あ、買えんじゃん。行ってきましょう、じゃあ。武器買えばだいぶ楽になる。最初に一時戻んでできねえのか。探索しながらちょっと戻る感じですかね。あれか。来てねえのか、早め。来た道をなんとか戻ってみますか、とりあえず。うん、敵も弱いですけどね。次の回に行ったら強くなる可能性もあるので。あれ？これずれてますね。下の道とずれてんだ。あれなんてずれてんだ。あれ？ここが行った場所？下の経で回ってきちゃったってことか。左に1個階段がありました。あれが当たりの階段か。これか。これが最初の階段。あ、ぽいな、ぽいな。オッケー。よし。もう MP あるんで。ギラ使ってみましょうか。ギラ。ああ、強いっすね。ギラ強えな。いいっすね。自分が強いですね、ワンは。よし。鉄の盾。うわぁ、6か。うわぁ、どうしよっか。いやぁ、これ800だったら、これ、こっちだけ買った方がいいような気がしてきたな。ちょっと鉄の盾にしましょうか。うん、そうっすね。残しときましょう。うん。洞窟だった、
全滅、ああ、でもな、いや、やっぱ、やっぱおります。すいません。タイムと一個買わないといけないんだ。これ買っちゃおうか。ああ、これ一個買っときますか。これ、これおそらく防御力を上げるアイテムなんじゃないかなって一応そうってね。やばいのが出てきた時にこれを使う感じにしましょうか。対魔族ね。アイテム説明出ないんですよね。うん、そうなんですよね。確か、スーファミ版っていうか、あれですね。ファイブとか、その辺はもう説明が出たような気がするんですけど。まあ、ワンツーは出ないでしょうね。UI あれですね。UI がもう完全ファイブですね。ファイブがベースになってます。シックスになると、確かね、文字がね、だいぶ違ってたような気がする。一緒かな？戦闘に関しては。5と6と戦闘の UI って一緒でしたっけね。もうキャラがもうちょいリアルだった気がします。このファイルの力作戦か。いや、ファイルも、ね、もうちょいでかかった気がしますね。道具、タイモツ、おい、で、どう行こうかなっていうのが、多分右から来たんですよ。こっちは、柱のとこに行くだけっすよね。これ使う。下からぐるーって回ってる感じなのかな。こっちに行って。多分ここは繋がってて、下は正解で、ここ外れ。もう余裕っすね。全然食らわねえわ。ちくしょう。何ここ。で、ここに行くんですよね。で、下に行って、下行って、突き当たり上に行く感じですかね。おう。この辺から多分まだ来てないんです。あったけど、これ魔法の鍵室。うわぁ、マジか。いけねえじゃねえけど。
いや、最低だな、魔法の鍵。いや、魔法の鍵取った後にここにもう一回来いってことなんだよ。すげえめんどくせえな。ちょっと宝に入ってねえすかね。宝に入っててくれるとありがたいんですけど。いやー、しかも他に行くとこはねえっていうか。ふふ。開けたもんね。こっち行ってないっす。いや、こんだけ強いとも探索しがいありますね。モフタンが強いから全然余裕できるっていうね、素晴らしい。もう借金、これがあれか、見えてた左上の階段ですか。うん、こっからですね。もしかしたらさっきのとこの扉は宝があったんだ。一回あったよ。うわー、ギラか。まあそうだよね、そりゃ使ってくるよね。どうだろう。いや、で、まあ武器か。が弱いですから、しょうがないんですけど。うん。回帰します。あれ？階段があって。何の階段だこれ。あ、ここに繋がってんだ。ああ、じゃあこれいらないっすね。いらねえ。さらに下行ってみましょう。魔導士。ああ、やばそうなの出てきたね。魔法使われる前に倒したい。ギラか。まあ、ワンはイオとかなさそうっすもんね。グループ攻撃がねえから。ギラもグループ攻撃なんですね。イオは全体攻撃ですね。いや、ちょっと、広すぎだろ。いやー、こんな迷路に作ったな、こう。広い広部屋、だだっ広い部屋がいくつか重なってる感じですか。左と思いますね。あ、だからあった。オッケー。タイマスか。あ、いいっすね。なくなっても大丈夫とか。わあ、金くれた。いやー、死ねねえ。もう死ねねえよ。いやー、それが一番ダメっすね。薬草があるから大丈夫。これが最初のとこかな、おそらく。つながってるな。最初のとこと繋がってたかもね。うん、そうっすね。じゃあ、これもう一回右に戻って、途中のとこの中に入ってくる。
ドラキーム。ドラキーム。呪文。怪しいっすね、そこ。すーげえ怪しいとこあったぞ。これか。これでついたのか。戦士の指輪。おー。なんだこれ。何に使おう。空きはねえんですけど、これでいいじゃん。身につけた。なんだ。あ、ついてる、ついてる。ちょっと待って。なるほど。じゃあ、なんか能力あったのか、これで。いや、装備がないんで、何が上がったかがわかんないですね。これで見ろってことか。竜の鱗もいけんだ。あれちょっと待って。効果がわかんねえ。ああ、そうか。道具として装備するって感じなんだ。なるほどね。一旦これでいいか。攻撃力上がってる可能性ありますね。やばいね、ひな。食らう量も減ってますね。そうよかったな。よし。うん。骸骨もう大丈夫そうっすね。ああ、この洞窟はこれがあっただけっす。多分。ぐるっと回るだけでしょ。いや、家とかが一個あるんだ。繋がってるか。さらに先があるかな、もしかして。やべ、寝る。いやいや、ただ寝るきつい。ほんとねえ。いや、ラリオきついな。今日きついって。うわぁ、宝あったよ、さらに。力の種。じゃあどうすりゃいいんだ。タイムを使えばいいんですね。一個なくなるよね。で、力の種は力があるんで使いましょう。1回。これ運ゲーかも。運ゲーですよ、これ。上がる数値は運ゲーですね。最大値欲しい人はこれですね、労働を繰り返してやったりするんですよ。そこまでやる必要ないんで、これでいいね。1なのちょっとショックですけど。さあ、これで戻る感じなんだと思うんですけど、ね、でもここには賢者はいなかったってことです。それさっき吹いたやつですし。そっちはなんだ。ここ右なんだ。危ねえ。
薬草買っててよかったですね。薬草がなかったらダメだわ。握ってみよう。つながってたか。で、そこは行き止まりのあれですね。階段です。はい。明るくするやつ好き。ここですもん。鉛筆ねえよ。ダンジョン出したリレミトです。リレミトも覚えんのかな。まあ敵が弱いんでだいぶ。まあ、RTA とかやる人はすげえ最短距離と思ってる。ここをカットするかもしれないです。してるかもしれない。戦士の指輪っているのっていう感じですね。何が上がったのかもわかんねえし。強さを比較してやればわかる感じです。例えば、今、どこに守備力、攻撃の守備力あたり見ればいいですか ?41、31。押して、あ、両方装備できんじゃん。あ、じゃあいいの。ああ、守備力も、ああ、いいっすね、いいっすね。この組み合わせいいっすね。やっぱ選手によりは攻撃力がある感じか。上がるかまでは見てないっすけど。見ます?見ますか?41してるんで。まあ、外すってできんの?そんなに。できた。あれ違うんだ。ちょっと違うんかよ。これ何に使うんだ?50、35、31、22、11。わかんねえ。一緒じゃねえかよ。どっかで説明を教えてくれるかもしれないですね。すげえ適当に来ちゃったけど。あ、着いた着いた、オッケー。じゃあ、とりあえず一旦戻って、
って、武器を買って、次に行きましょうか。金相当溜まったね。うわぁ、すげぇ溜まってる。ああ、じゃあ預けるか。預けも行っときましょう。地道な作業が、後々、役に立ってくれると。よし。こういうところはですね、性格出ますよ。プレイする人。町に行って武器を買って、城に戻っ、な、最初の町に戻って金を預けてセーブしてですね。したらさらに下の橋を渡ってみましょうか。まずは嫌ですね。松明はあるから、いいっすね。鉄の斧、うわ、いいっすね。ゴアゴンか。まあでも次の町行ったらまた高いですけどね。いらなくなるんでしょうけど。これでもいけるはず。金を預けに来ました。やべえ、後守っていいっすよ。あ、そっか。道具を預けることもできんのか。道具を預けるやつあるかも。ないっすね。ないな。ないな。ないな。いっぱいだ。でも、別に安いから、捨ててもいいっすもん、そういう。早く魔法の鍵問題どうにかしたい。それより、マジでどこに売ってんだよ魔法の鍵取ったら今までのところをぐるって回んなきゃいけないっていう。まあ、さっきの洞窟のとこは繋がってただけなんで、まあ、あそこはもう行く必要ないですね。それ以外ですね。最初の洞窟はなかったんで、無視で。まずこの城にありますよね、二つ。城に二つあって、町に一つあって、もう一個の町にもう一つある。ってことは、最低今のところ四つは必要なのか。まあ、その鍵がいくらするかによりますよね。千とかすんじゃねえの？
あと、バラなのか、束なのか、でも大事ですよね。一個ずつ調整しなきゃいけないから、バラだと。下の端っすね。何もなかったっす。じゃあ行きましょう。もう敵強えじゃねえけど、しよう。やべえ、13かよ。いや、強えなぁ。急に強えよ。ここで、もう返しちゃいな。MP いっぱいあるんで頑張ったい。うわー、来たー、ゴールマン。16、15。やべえ、無駄ですね。あ、やべえ、間に合うか。危ねえ。いやー、向こうが作戦制で来る場合があるから、きついっすね、このゲーム。一回じゃん。うーわ、強え。強え。もう一回回復しよう、怖え。いや、刺しに来たな、早速。オッケー。いやー、強えよ。金めっちゃくれんね、やっぱり。いやー、金策相手にはかなり良さそうですね。メタルスライム寝てほしいですけど、そうそう。影の騎士。いや、じゃあ、この敵やばいんじゃねえ、ここ。まだ、まだ早かったかもしんねえな、こっち。やすげえ。いやー、じゃあ、ちょっと東先行ってみましょうか。無理だわ、ここ。すげえわ。必ずけど正解でしたよね。絶対死ぬと思ってた。600しなくて。ああ、まあ、いいっすよね。あれ、ゴールドマンに溜まったようなもんだから。じゃあ、東に行きましょう。いや、楽しいですね。覚えてないから楽しいですね。やっぱり。もうそこの橋を渡ったら敵が強くなる。あ、ちょっと待って。じゃあ、いけんじゃね。ドラキであればいけんな、こっち。もともと東がどうたらって言ってたぐらいですもん。うん。まあ、モモテンターボに比べたら全然大したことないけど。まあ、あ、これ繋がってんだ、毒も。はい。
問題はそこの橋を渡った先です。こっから敵が強くなる可能性も。あ、一緒の、一緒なんだ。じゃああれなんですかね。こっちさ、本当にこっちが先なんですかね。怪しいな。なんもねえと。ナイス。あ、明治ドラキーか。うん。まあ、洞窟にいた敵だから、ちょうどいいの。そっちもあんじゃん。ちょっと待って、どっちから行こっか。そこ行ってみますか、先に。繋がってるだっかな。いや、でもそれ繋がってなかったっすよね、下と。うん、そうっすね。あ、なんかある。祠がある。こういうとこに賢者がいる可能性ありますか？ここらっすよ、ね、だ。じゃあ入っていきましょうか。うん。うわ、BGM めちゃくちゃいいな。え、そなたは木さんじゃない。竜を倒すため旅に出たという話はわしも聞いておるのに。そうっすね。しかし竜はとてつもないままじゃ倒されるのが分かっていて、ミスミス行かせるわけにはいかん。モスさんにそなたの力を試させてほしい。この地のどっかに魔物たちを呼び寄せる銀の盾事があると聞く。なるほど。これが東にあるって言ってる。それを持ち帰ったとき、そなたは勇者と認め、雨雲の杖を授けよう。了解。なんだ、ロトシリーズ遅れるわけでもないんですね。雨雲の杖ってのどっかで使う必要が多分あるっていうこと。なんだ、なんだったのかってぐらいこっちの敵弱えな。順番が多分間違ってたんでしょうね、完全に。なんかありましたね。これは村か。うわー、村っぽいですね。こんにちは、ここはマイラの村です。うん、マイラ。ちょっと聞いておくれよ。そこのクレアちゃんのご主人は何でも魔法の鍵を手に、あ、ここに売ってんのかな？手に入れるとか言って街を飛び出しちゃったんだよ。こんな可愛い奥さんを残していくなんてしょうがない男で、あ、取りに行くって方どっかにあるのか。もういいんです。私、あの人の夢の重荷にはなりたくないし。重要人物っぽいのしか。名前付きなんで。噂ではリムヌダールの街に鍵を売る店があるらしい。あ、リムヌダールに行けってことか。この街は聞いたことありますね。なるほど。鉄の鎧、鋼の鎧。はい。どっちも上がるな。武器あるから、この二つしかないですね。うん、この店にも、伝説の剣は置いていないようだな。やはり店屋では、手に入れるんだろう。それは俺の気になる。いや、お主の顔にやがて美しい女に愛されるという層が出ている。いや、そのね、ほっほこれは姫様のことを言ってんですか？出ちゃって。ここから南の島へもう行きましたか？いいえ。
南にはリムル、あ、南なんですね。はい。リムルダーという山があるようです。次の道ですね。まだとても強い魔王たちが出てきましたが、まだ見かけが強いんです。あー、敵が強い可能性あるのか。うわー、きつい。どうかな、いけんのかな。あら、素敵なお兄さん。パフォーマーいかが、たったの20ゴールドよ。はい。もちろん。じゃあ、行くわよ。パッパッ。パッパ。どういいでしょ。これでおしまいよ。どうやらありがとう。また来てしまえ。いや、このパフォーマーが何をして。てくれたのはちょっと気になりますよね。いや、しかもここなんかすげえアイテムあんの。ちょっと待って。ちょっと待ってよ、もう。空きがないんだって言ってんのに。とりあえず、うん、あそこに服がある、置いてあるのはちょっと気になりますよね。バフバフの場所に。主人公、着替えちゃった。着替えちゃった。着替えたんです。あの、この布の服に着替えて、あれちょっと待って、力んだね。あ、あった、違うかった。びっくりした。ねえかと思ったじゃねえかよ。よし。よし、似合った。いらっしゃいました。ここは露天風呂。あ、しかも露天風呂でパフパフしてくれたんだ。いいっすね。もう、想像をかき割ってくれますね。たまらん、むやむや。お前もやってもらった口ですね。かっけえな、もう。やってないといいっすね。これなんでしょう。行ってみますか。あ、ちょっと待って、出ちゃって。いやいや。境目がわかんねえよ。ここはあれですよね。鍵ですよね。あ、上から通れんじゃん。いや、ここも鍵いらねえな。この井戸を調べてみましょう。ないか。足元になっちゃいますね。ってことが2、最低2くらいしかない。48。47、46。1ならいいや。ロトの血を引く勇者モッサイは、しかしその武器では竜王を倒せないぞ。この地、この世のどっかにロトが残した剣があるはず、探すぐ。こっちの鍵が重要っすね。鍵開けて、あのじいさんに話すね。ゴーレムという巨大な魔物は笛の音が苦手だと聞く。ああ、なるほど。これがあればあのゴーレム倒せるのか。力任せに戦うだけは倒せない魔物いるな。戦うときは相手の弱点よく考えると。強かったっすね、ゴールド。あれ、ゴールドはまた別の話なんですけど、ゴーレムは別にいますもん。南の海辺の洞窟の中に美しい女性を見たという人がいました。しかし洞窟の中はもう怪物だらけ。いい女性なんかいるわけありません。きっと怖さのあまり幻を見たなと思いますよ。気になります。あ、これ道具か。竜の道具、ああ、はい。いらないっすね。持ってます。じゃあ、これでこのマッチは終わった。いやー、別の鎧だけは買っときてえなー。最初の町に戻るのめんどくさいっすね。なんで預け屋がねえんだよ。各町。もう南行くしかないっすよね。君らの使いますか売ってたもんね。もう一個買って使いましょうか。そしたら戻ってこれるんで。で、金を受け取って、鉄の鎧を買いましょうね。それで行きましょう。で最初の街に戻るのめんどくさい。Thank you.
その位置で話せんのかい。多分外じゃないと使えないはずなんで、外で使いましょう。呪文、キミランツボスさ。まあ、ちょっと待って。ちょっと待って、これ飛ばしは指定できねえのかよ。マジか。まあ、あくまでここでセーブするために、キミランツボスが存在するのか。まあいいでしょう。金を受け取って、セーブしときますか。フリーズが一番怖いんで。よし。レトロゲームフリーズを怖いんで。3時間くらいやりましょうか。1時間頑張りますよ。下行くんだ。うわ。まあいいや。とりあえず、取ってきます。じゃあそこ、右も行ってみますか。行ってないっすもん。エンカウントにしたっけーな。鉄の野郎行きましょう。金預けれんじゃん。預けるか。預けましょうか。であれば一個預けていけますね。セーブはしなくていいや。
キトルキメラの翼なくなるんでちょうどいいっす。預けに来ました。おそらくあれ以降の街で多分キメラの翼どこも売ってると思うんですよ。多いんで。ここに行くんだろう。僕もリムダールの街に行けば、預け屋があるかもしれない。見えたもんけど。じゃあこれで水も水。死んでも怖くない。ドラケーは、ドラケー10は、今、オフラインのやつは、ベッド上げてますけど、それ以外に関しては、1から順番に、とりあえずやっていこうかなと思ってます。FF に関してはバラバラにやってますけど。まあ、ドラケーに関してはまず1、2、3はシナリオ繋がってるってのもありますし。まあ、こういつも、面白いですからね、シナリオ。5とかかなり、あ、これが例の動物ですか。なるほど。下に繋がってんだ。トラマナ欲しいっすね、これ。使い持ち手。敵の強さも気になるところ。行けば多分、繋がってんですか。あ、暴殺力か。オッケー。じゃあ大丈夫ですね。お、なんかある。やばい、カーの周りが気になるけど。そこに宝があるんじゃないですか。おっと、ちょっと待って、鍵かよ。まさかここに来て鍵かよ。あ、鍵はまだ、鍵問題解決できてねって言ってんのに。これ日は左に行けばいいのかな。だよね。これ全部開けるほどのあれですね。在庫ちゃんと持ってるかってことですよね。そのリムダールの商人かなんか。ちゃんとレベルと装備が足りてると敵が弱いっていうのがいいっすね。どっちだよこれ。しっかり行ってみる。あ、魔王使いか。敵はとりあえず大丈夫そう。橋があったら要注意。リカント強いな。強い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 。強いじゃねえけど。こっち
ゃこちゃゴーレムが出てくる可能性があるんです。それも注意だ。そこ怪しいですね。なんかそういうところに間違ってる気も。リムダウス。あ、そうっすね。やっぱそうっすね。ビルダーズの元ネタ思い出した。オッケー。ここはリムダーの街です。そんなようなね、会話をするね、NPC が出していったんです。ビルダーズ。あんた知ってるかい？マイラの村の北西には、小さな祠があってよ。はいはい、そう言ったね。その祠には変なじいさんが一人住んでいるらしい。来たー、あれの剣。これだなー、次は。時点はこれですね。1500。わしは旅の町に、さてここらで商売をさせてもらいますから。鍵売ってんの？売ってねえじゃねえかよ。売ってねえのかよ、まさか。タイマーとピックあるから、とりあえずいいっすね。はい。いや、あなた誰？今、着替え中なんだから出て行ってちゃうぜよ。それはすいません。キラズボタンあんのかよ。ふざけんなよ、もう。あなたもその姿をすると、勇者ロトのファンでしょ。でも、ロトの生い立ちは本当謎めいてますよね。なんでも外の世界からやってきたという話もあるし。その辺の話はどっちだっけ、明らかに。お兄ちゃん誰？見かけない顔だね。旅の人なら僕ん家の宿に泊まっておきよ。やれやれ、妻のクレアを置いてマイラの村を出てきたのいいが、魔物に襲われてお金は取られし、今更マイラには戻れないしと。いや、これ二つ必要なのかよ。厄介っすね。ちょっとそこ左行く前に、上のお嬢ちゃんに話しましょうか。こんなとこにいますね。こんなとこに。ナダちゃん。もう6個ったら遅いわね。何してるのかしら。プンプン。デートの約束っすね。こんなとこ待ち合わせしなくてもいいと思うんですけど。こっちにいたりするんじゃない。怪しいな、ここ。めちゃくちゃ怪しいっすけどね。ないんだ。いけんのかよ、ここ。いた、こいつは、絶対こいつは。6個。そうだよ、僕が6個で。彼女が待ってって、真逆にいるじゃね。ドキャー、また場所間違えちゃったの。彼女怒ってるだろうな。あ、そうだ、知らせてくれた、ありがとう。俺にいいことを教えるよ。マイラの温泉から南に4つ歩いて調べてごらん。いいもの。あー、こんなのあんだ。温泉に戻らせんのかよ、めんどくせえな。南に4つで。僕は7への言い訳を考えなくっちゃ。ここに来て、また戻らせんのかよ。外出た方が早いな。探索してから戻りますかね。ね、この町に魔法鍵を売る店があるときにやってきたのに、そんな店はどこにもないじゃないか、別に。もうそれは気になってるんです。今にも竜王が襲ってくるだろう、落ち着いて商売もできませんよ。やがてこの町の魔物たちに、ああ、神様。竜王に太刀打ちできるような武器やらこのように存在するのだろうか。ロトシリーズです。ここは予言情報を、お主はロトの子孫じゃん。何も言わなくてもわしにはわからんじゃん。聖なる祠を訪ねてみたとき、南へ行ってみるんだよ。はい。南にあるの、ね。雨と太陽が合わさる。おう。それはあれなんじゃないですか。雨雲の杖とかを使う場所なんじゃないですか。古き一歳でロトはこの地の西の外れに虹の橋を架けたとこじゃ。そして魔王の部屋の隠されたる入り口より、闇に入ったとしたら、ね。
それはちょっと思い出しました。それはね、あのドラクエ10のイベントでやりましたよ、ね。隠されたり、宇宙闇に入った時、旅の過程、もしそなたがロトの子孫に会うことが入ったら、今のわしの、言葉を伝えてください。きっと役に立つでしょ。違うな、あれ、スピーだったかな。いや。スリーだったかな、スリーか、あれは。スリーのイベントがあって、ゾウを倒すっていうのがあったんですね。で、アキオさんが、あれですね、ゾウマの声をやってたんです。すごい覚えてますね、それ。今思うと、あれやってた頃に配信をやったらよかったです。ぐるって回る感じですか、こっちは。ここは怪しいっす。言ってんじゃないっすか？これでしょ？あ、金入った。うん。よし。これしかねえじゃん。ああ、16ゴールド。はい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 。6。9。あ、これがマックス。マックスは6個。っていうか。やっぱ薬草6個しか持てねえと。これでもう死んでも OK ですね。これ探索しますけど。とりあえず、目先やっとかないといけないの、温泉の4歩南のやつですね。これは今回やっときましょう。絶対次回になったら忘れてる。南の祠も。北からちょっとチェックしていく。強いな、こいつ。気が必要っすね。いや、倒せるわ。上から見ていきます。繋がってるだけだと思います。どう？あと金1500ここで行ったら溜まっちゃうかもしれない。溜まるかもしれないですね。あ、でも510しかねえか。そっか、預けちゃったんだ。いやー、めんどくせえなー。今回は GK 貯めるか。ここはあれかね。虹の橋って言ったのです。ああ、そうですね。ここは後々、一番最後に来るけど。戦闘サクサクでいいんだよ、ドラクエは。まあ、次以降になると2体以上出てくるから、まあ、サクサク感徐々に失ってるけどね。仲間が増える。に来るんだ。
まあ全然黙んねえぞ。うわ、橋があるよ。うわ、やめて、橋。橋はやめて。いやー、さらにやばいの出てきたな。耐えた。電気あるんで、リニア使ってみましょうか。ああ、やっぱこれはっすね。松明の代わりになるやつっすね。どうせ使ってみるんだ。洞窟行って、前らの温泉行きましょうか、先に。橋渡るの怖いんで、飲み交う前に。もう行って戻ってぐらいはそこそこの金が溜まってんじゃないかな。そうっすね。こっちの方が全然いいっすね。じゃあ、もう松明いらねえな。松明いらないっすね。いや、こっちも全然探索しやすいっすね。到着。人が調べればいいんですね。1,2,3,4 ですか。いや、でも温泉って言ってたから街の中の話言ってんの。ですね。温泉って考えたら、1,2,3,4。あった、4線で。うわぁ、こんなとこにあんだ。あ、もちろんねっか。ならばたい。何に使うんだろう。ゴーレム倒すのに増えてる。しかし、もう何も来る。あ、アイテムで使う可能性あります。いや、一旦やでは止まっとくか。MP 減ってるから。では、戻ります。降りましょうか、気がないんで。邪魔くせえな、こいつ。銀の盾を取ったらまた木一個なくなるよ。いや、結構しんどいっすね、空き問題。
ああ、そっか。ちょっとね、鍵開けちょっとやっていきますよ。そうだ、忘れてた。完全に忘れてました。そうだ。各地に戻ればいいのか。ではちょっと順番にやっていきましょう。ちなみにこいつは鍵がどうだっつって。じゃああれですかね、鍵売ってねえじゃんって言ってた人が、こいつの、あれなの、旦那だったんですかね。名前付きじゃなかったっすけどね。もったいないんで、そこは開けない。ほっほっほ、若い。魔法の鍵を売る店を見つけたようじゃん。では、リムダーによるわしのせがれから妖精の笛について聞いたじゃん。ああ、聞いた。もう手に入れたかな。はい。ならば、メルキドの街へ行ってみる。ああ、はいはい。ヒント教えてくれました。うわ、こんなとこでもあれですかね。次のヒント教えてくれるの。おかしいの。わしのせがれのロックならリムダーの街におるはずじゃん。安心してください、じいさん。じゃあ、食器村行きましょうか。うん、城からでいいね。一回開ければ、多分ずっと開いてるんですね。誠の勇者、盗みなのせいなの。ユースやったら盗みはしますね。いや、誠の勇者だから盗みはする。魔法の鍵あって。いや、ドラケートはそういうゲームですよ。いいっす。雨と太陽が合わさるとき虹の橋ができる。はいはい。あ、ってことは雨のなんとか杖と太陽のなんとかっていうアイテムを取る必要があるんですか。風化の言い伝えですか。どんな扉を開けても魔法の鍵を選ぶ。わあ、こっちぼったくりっすね。こっちは持ったくりっすね。一応ここに持ってるんだね。私は地下室を探している。この城のどっかにあるんです。地下室。この先に住むのは危険だ。よほど体力に自信があるのが進むよ。いや、怖いっすね。あんたも若いの大変な旅をしてるんだよ。せめてわしにも、こうしたあんたの無事を祈らせてもらうよ。ゆうちゃんのために祈りましょう。光をそなたのそばにやるよ。BGM は、ワンから出てくるんですね。体力全開したわ。ありがとうございます。まあ、これで回復したからそこを通るよってことですね。いや、地下はどこにあるんでしょうね。すげえ気になったな。地下があるのかよ。いやー、ヒントが薄すぎて。その下あたりを調べるんですかね。食らうかな。10か。あ、全然大丈夫っすね。ようこそ前入ってきたな。もしならガライの墓に集まる魔物たちも倒せるかもしれん。ガライの墓に集まる魔物。ガライか。ああ、はい、ガライの町のところ。もうおそらく扉開けた先にあるってことですかね。ガレの街行き暗闇のカフェを押すがいい。破壊の道が開かれる。すげえ、こんなのあったんだ。いや、まずここの階段を探してるんですけど、近いの。
右側もちょっと怪しいっすね。少なくここでは無理。ちょっと道を調べてみますね。右が怪しいです。確認してもらいましょう。いけた。ねえ、んかい。いやー、絶対ここだと思ったんだよな。マジかよ。ああ、しかも少し下行けたわ。ちょっと待って、下行けたね。じゃあ、こっちも調べてみましょうか。地下があるって言われたとき、気になるね。まあ、最後、後で探すでもいいですけど。これさっきの下行けたんで、そこまでは見に行きましょう。ここも怪しいですけど。チェックするかは。あ、出ちゃうんだ。じゃあ、ここはないっす。とはさっきの下に行くところを見て、なかったら諦める。閉まってんじゃん。うわぁ、マジか。毎回閉まんのかよ。うわぁ、最低だ。いやぁ、これ最低ですね。あ、減ってるしよ。受けたよ。いやぁ、これ気をつけるダメっすね。あ、普通にあった。普通に階段があった。オッケー。いや、これ賢者かな。もう重さよ。わしには分かっとった。いずれロトの血を引く赤間がここを訪れること。この高岡で昔勇者ロトから預かった太陽の石が入ったら、あってけえよ。あなたが竜を倒すために必要なものじゃ、さあ高岡あげる。ああ、ここでくれるんだ。はいはい。よし、太陽の石見っけたぜ。あと雨雲の杖ですね。ちょっと話違うじゃん。わし、そろそろ休ませてもらうことにしよう。これ寝に行ったってこと。わしに太陽の石を預けに来た勇者ロトの姿は今でもはっきり覚えておる。そなたには確かに勇者ロトのおかげや、この地に再び平和を頼んだと思ってた。やっぱそう。おう、あぶねえ、ギリ空きあったな。あぶねえ。よし。じゃあ、ガーレイの墓ってとこ行ってみましょうか。あ、ちょっと待って、まだここもあった。ここもあった。その鍵最低でも1個は残しとかね、できないっすね。か。あれか、城でもう一回買えばいいか。古い書物によると、妖精たちはゴーレムを眠らせたという。我々には理解できない力が存在する。だから妖精の笛を使えってことですね。そこは道具屋だったはず。
上から。おっす。おう。魔物よけの聖水いかがですか？わー、これ使うってことですか？あ、聖水だからあれか。敵が出なくなるやつ。はいはい。で、使っとこう。すげえ、これ6個まで持ってるタイプか。気がなくなっちゃうんだって。いや、気がないんだって。一旦いいか。一旦いいな。これで、今、鍵が1個しかないんで、色で、2個ぐらい買っときましょうか。高いんですけど。セーブしとく。聖水使ってガライまで行きましょうか。あとはリムダウンで買います。高いんで。聖水、これで敵が出なくなるはず。ああ、いいっすね。いいっすね。移動がめちゃくちゃ楽。ああ、でも切れんの早いな。まあ、早くトフェロスを覚えろと。さあ、払いつきました。敵がいるって言ってたんで、敵がいるんでしょうね。金預けたら大丈夫かな。で、あなた、ガライの赤行くつもりですか？縦ごとの音色、あ、縦ごとにあるんですか？縦ごとの音色は魔物たちを呼び寄せと言います。今やめておいた方がいいですよ。昔遥か南の方で、ドムドーラの町まで旅をしていたものだ。宿屋の親父にもよく世話をかけたのだ。今も元気だろうか。ガライの箱にいるけど、それを知るわけにいかんな。どうしても行きたければ自分で見つければいい。そんな、わかりづらいと思う。持ってけ、ドルボー。どうせ世界は滅びてしまうんだ。今更もう金儲けなんて思わないぜ。すまんの、じいさん。ちょっと、いらねえじゃねえかよ。気がねえ。おや、入り口の鍵を開けてしまったのかい。仕方ないね。ほら、この鍵を持っておき。鍵は大切ですな。帰ってきた。帰ってきた。松明いらないんで、松明以外もう一個取ろうか。鋼の剣でしたっけ。何を取ったの。王の剣ですよね。王の剣いらねえな。こいつはどういったタイミングでしか取れない。じいさん頼むぜ。じいさん。じいさんあと一個。じいさんあと一個無理。おい、そっちじゃねえ。そっちじゃねえ。バカ野郎。これ外出ちゃうんかな、この上行ったら。あ、で、いけねえよ、そもそも。あ、いけた。こういうことね。まあ、ここでしょうね。
彼の墓から生きて帰った者はおらん。死んだけは行く。わあ、怖え。霊だったってこと。いやあ、ちょっとそこをどうにかしたいですね。これ気になって仕方ねえよ。ひどいねこれ。うげっ、うー、これ以上先行かないんですかね、もしかして。あ、めんどくせえから、一回様子見て。めんどくせえ、いいや。マジめんどくせえ。ダンジョンになってるってことですね。来た、ダンジョンでした。こんな敵ですね。敵がどれぐらい強いかな。ああ、魔導士か。ああ、なんとかなるか。そっち宝あるんですね。もう一個、あともうし。よし。行き止まり、行き止まり、あれあれってことは右に行けと最初の階段っす。下も行けんな。ちなみに空き家1個ありますよね。うん、あら？マジかよ。右ですかね。で、このさっき言ったで、こっちか。ひどもり。いやー、狭くなった。いやー、早いっすね。タイマーツール、もしかしたら長持ちしないかもしれないっすね。これザッキンとかか。はい、宝ある。だからあっても何も取れないんです、一個しか。ね、建てことがあればいいんです。これ怪しいっすね。落ちんのかな、下に。命の木の実。オッケー。これを使います。金。
魔法の鍵だ。じゃあ大丈夫ですね。下降りるわけではないんだ。え、これ下に落ちるためのじゃねえんだ。なるほど。なるほど。こんなのもあんのか、普通に。そっか。そういえば、あれさ、一個、これやってねとかありましたね。まだ。まあ、リムダール戻るタイミングでいいっすか、それは。鍵を余らしておかないと、また買いに行かなきゃいけなくなっちゃうか。まあ、二個あるんで。どう進行ですね。じゃあ行っちゃいます。さらにすぐ下の階段があるよ。いやー広いっすね、今回強く。しかも鉄のサソリも出てくるのか。いやあ、そこの敵普通に出てくんじゃん。いやあ、きついな、ここ。いや、とりあえず入っちゃいましょう。すげえ、どんどん BG が怖くなっていく。ああ、これいけないんじゃないですかね、もしかして。これ。あれでも鍵じゃん、扉じゃねえのか。ドロルメイジ。いや、やばそうな出てきたな。あぶねえ。いや、ちょっと待って、ラリホーきちいよ。あぶねえ。わかった。よし。力5も上がってる。どん強くなるぜ。修行の騎士か。影の騎士じゃなきゃ大丈夫。あ、でも、うええな、こいつ。うええよ。前の方に見つかる。よし。うわぁ、すげえくれた。これ。きついな、装備が無理じゃねえ、これ。死に覚悟で言ってますけど、極力最短距離行きたいっすね。いや、ちょっと当たんねえんだけど、何こいつ。よし、ナイス回避。金だ、さらに増えた。いや、いやもう、さらに死ねなくなったじゃねえか。リカントも。強いな。強いね、こいつ。よし。階段上がる。上なんだ。おっと、切れた。ルミエール。い
あー、これ上に行くべきなのか、下の階段を探すべきなのか。恋に使うの、ね、いって。やべ、回復してね。あぶねえ、よかった。いやー、怖すぎる。マジ怖え、あいつ。いやー、これとも最短距離行きたいっすね。持たねえぞ、MP が。来た道すんと。違うね。あれ知らねえぞ。あれちょっと待って。違うんじゃん。さらに下。まあ上に上がる敵が弱くなる。やっぱり。さっきのとこ繋がってんのかな。そうっぽいね。だが、正解があるんだろうけど。こっちかな、そっちっぽいな。いや、なんかあってほしい。いわあ、さらに下だ。マジか。いやー怖え。怖えよ。BGM が変わってるのが。え、これ上でいいの？あ、ついたんですか？あ、ついたわ。オッケー。よかった。なんと、銀の盾ことを見つけた。よし、よし。モンスター銀の盾こと手に調べましょう。調べらんない。え、マジで？特に何か書いてあるわけではないんですね。当て事が置いてあるだけなんだ。書いてあるのはいいけど、脱出はできないんですね。さあ、こっから戻るまでが遠足ですね。めっちゃ調べてる。ないっすね。薬草使います。いやー、もう、疲れないよ、頼むからね。おう、そうそうそう。いやー、今生きて薬草大量買いが役に立ってます。やべ、魔法トーン来た。ちょっと待って。戦闘中だけだよな。だよな。ああ、よかった。これ、多分ここはぐるっと回るだけです。うん。あ、出る敵は一緒になった。いや、それでも BGM 変わるの怖いっすけどね。すごいっすね、このワンの演出は。マジで。これ、ひねりたら繋がってんじゃねえの？そう。
もしかして宝がある？いやー、宝って無理っすよ。飽きがねえよ、気が。ねえよ、そもそもねえよ。よーし、ないっすか。オッケー。これはでかい。繋がってるかな。あ、どうだったっけ。違う気がするの。もっと上だった気がする。あ、こいつはやばい。こいつはあかん。こいつはあかん。よし。うん。うわぁ、力ならなかった。あ、リエイト！やった！リエイトだ！いやぁ、ナイスタイミングだよ。いくつチョイス、どっか。オッケーオッケー、まだ大丈夫ですね。分け見ていきましょう。いや、ナイスね。オッケー。よかった。すげえ。なんてたいいタイミングでリエミと覚えたんだよ。オッケー。あー、もうさらに下行けんだ。いや、こっちやましょっか。霊感。ちなみに金は今いくらでしょう。5000。いいっすね。じゃあこの状態で、これは、ね、ダメな気がするんですよね。これ取ったのいいんですけど。いや、巻きつくんのに、薬草。え、どうしましょうね、これ。いやー、邪魔なんだけど、太陽石。太陽石預けとくか。温泉のぐらい使うでしょ。やっぱこれ使うの最後だと思うんだよ。それか、祠で使うか、どっちか。ちなみにキメラの翼売ってました。あ、いや、薬草買ってきました。薬草やっぱ出番ですね。うん、オッケー。じゃあこれで戻ってセーブしたいですね。まず。
キー。ああ、よかったー。雨と太陽で虹を作りますと。それでも最後だと思うんで、今預けてもいいんじゃないかやって思うんだけど、どうかなっていうところではありますね。まあ、今、必要になったらちょっと戻ってきますよ。うん。とりあえずは預けましょう。で、南の洞窟の、扉を一個開けるところやって、そのままリムンダールに、あ、違うな。ホコラ先だ。ホコラ先行きますか。そっち系ですね。そろそろ変えようかな。プロフィールも合わせて。ずっとこのまま、あのままですね。あれは、一番最初に引き取った時のモッサの画像なんだけど。でかいっすよね。今、かなりでかいっすからね。なんと銀の盾ごと手に入れたと申すか。モッサよ、わしは長い間待っておった、その他の若者が現れること。さあ、その宝箱を開けるのよ。あ、ワゴムの杖を見つけた。邪魔にしかならないですけど。さて、何書いてましたね。待っておったその手の若者あれだぞ。使い闇を終わりしまい、人々のことを伝んでしまうであろう。それだけは悔いのでぬる。ユーモス、雨と太陽が合わさるその場所が、これで祠に、やっぱ必要なんだな、ってことっすか。いやあ、ちょっと待って。順番が、いやあ、でも建物なくなったね。ってことは、持ってっていいのか。なんだ。いやあ、でもじゃあ、あそこの南のところに宝がある可能性があるんで、これ先行きたいっすよ。きついよ、空き問題が。いやー、そうですね。ここもちょっと宝があるであろう場所から行きます。全部行き切って鍵がいらなくなったら鍵の分の空き家1個なくなるんですけど。レミエロ。出したリエミトがあるんで。そんな苦ではないですね。ああ、なんかいますね。
うわー、ちょっと待って、なんかいるわ。ドラゴンがいる。いや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 、ドラゴンいいじゃねえ、また。いやー、ちょっとやめましょう。ちょっと待って、待って、ドラゴン、ちょっとまだやめとこう。なるほど、そう来たか。いや、ちょっと先装備をちょっと揃えますよ、じゃあ。いや、ちょっとやること多いな。やること多いな。今、空きが1個あるんで、今の状態でまず装備をどうにかするのが先ですよね。そこにドラゴンがいるの想定外だな。どれぐらい強いんだろうな。買い出しましょう。まずは武器屋。鋼の武器。時点が鋼のる、鋼のるみ剣だ。これが無理っすね。かっけえなー、7000のね、やったよ。いやー。強さ変わってないっすね。あとあれかな？魔法で強いのか、これは。鋼の鎧でいいっすね。とりあえずは。とりあえずこれでいいっすね。あ、そう、裏目やったね。はい。鉄の斧。鉄の鎧。本来は、この状態でさっきの墓に行ってたらもっとやりやすかった。まあいいでしょ。あとは鍵っすね。鍵を、まあ、使っときましょう。あれ？あとここ自体は、開けるとこあったっけ？忘れてました。のが安いですね。最初の城あと24すもんね。よし。ああ、これ1個ぐらいあった気がするんですけど。あ、ここだ。あった。早速で2つ消えるっていう。空き家1個あるよね。うん。雨と太陽が当たるときに虹の星ができる。これはここある上があるって古くからある言い伝えじゃん。そしてわしが聞いた話で太陽の石というものがラダ島の上に眠るそうだ。取りましたも大丈夫です。なんと命の木の実を見つけた。オッケー。これだっかな。あと、イナフォース。そうですね。いやー、じゃあ、ちょっとアイテム持ってこないといけないのか。なんだお前、指輪なくして恥ずかしいやつ。指輪なかったら、これ違うこと言ってたんですね。じゃあ、外してやろうぜ、ね。聖書指輪くらい身につけたの、それとも、たつやの一つだ。いやいや、なんで逆のこと言ってんじゃねえ。
まあこれがそもそもいらない。何も上がらないんで。なんで俺これもう日記に持ってんだろうっていう。いや、ちょっともう一回鍵買わなきゃいけない。そうっすね。で、そう、3時間経ったんで、戻って終わるか。道具屋どこでしたっけ？道具屋の場所がわかんねえよ。あれ？ちょっと待って、道具屋どこでしたっけ？マジで。あれ？いやいやいや、それじゃないっす。これか。これか、でもいや。奇妙な翼1個買っときます。あとしては金を預けてから行きたいところですが、それでいいか。太陽の石も持ってこないといけないって。いやー、見事に空きがないですね。次回はあそこの洞窟のドラゴンと、あれ俺金をつけた。つけてみるじゃん。次回は、そうですね、ドラゴンと、洞窟のドラゴンと、その南の、雨とは、だけ太陽のやつを使う祠でしたっけ。そこに行く感じですか。ほんとこう。入れるとこはそこを作る。あとまあ、どっかのタイミングで西の足のとこも行くことになるんですけど。今んとこあそこの敵は強そうだもんね。なんか、ゴーディア買いましたけどね。それすらも言わねえ。いや、じゃあ、今回はこれで終わりたいと思います。次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。